はい、ベルリンから斉藤健介です。今回から新しい作品が始まります。この作品は2020年2月16日から書き始めました。出来上がるまでを何回かの動画にまとめていきます。この作品に取り組んでいた時期って何もなかった日常からコロナ騒動で世界中が不安になっていく時期と一致していて、日に日に強まっていく不穏な空気に感化されて、絵自体もどんどんそのような空気に感化されていきました。どのように感化されていったかは、この動画を見ていってほしいと思います。ここまで僕の書く作品が時代の空気の影響を受けているなと感じたのは初めてで、最初は自分でも怖かったのですが、そのうちこれは積極的に反映しようと思って、そういう部分を素直に表現しながら書き進めていきました。この作品の制作動画では、ベルリンで活動する音楽プロデューサーエンニオが今回のコロナ騒動を受けて発表したトラックを流していきたいと思います。僕もエンニオも同じベルリンに住んでいて、僕は絵という方法で、彼は音楽という方法で作品を作りました。その今の時代に作った作品を映像という一つのメディアにまとめて流してみたいと思いました。この制作過程動画がどのようになっていくか、僕自身も楽しみです。この動画の説明欄にエンニオのインフォが載っているので、もしよかったらチェックしてみてください。では今から書き始める動画を流します。この時はまだ通常の日常の雰囲気が残っていました。では見てください。
はい、今回はこんな感じで変化していく社会の状況とともに徐々に絵が変化していく姿を見せていけたらと思います。見ていただいてありがとうございます。ベルリンからです。